はいはい、どう。日輪を恐れぬ不貞な輩ども、火の力により罰を受けよ。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに声が聞こえなくなっちゃいました。もしもし、卑弥呼様。道場での仕事、実はまんざらでもないらしいぜ。すべての事象は我が盤上にある。新たな駒、試してみるには良い機会か。カンナギよ、この秋には光を集め卑弥呼の再来を招く伝説がある。我も一度尊厳廃したが光を集めているところ。え、本当ですか？それならまたお声が聞けますね。毛利さん、私もお手伝いします。存外使える駒に、いや我が毛利の兵の話だ。ヤタバならば俺も死ぬ。だが駒であればどうだ。あの者が逃げ出さなかったことだけは褒めてやらねばなりますまい。この戦、きっと孫の代まで語り継がれるよな。敵が動揺しておる。狙い通りじゃな、サスケ。うわ、やめてください。これは卑弥呼様をお招きするための光です。罰が当たりますよ。意味はない。見えた。今だ。突撃。それがしの指揮を信じよう。きっとうまくいく。切れるかな。いや、こんな弱気じゃいけないよな。絶対不明よ。腹をかさばいてお詫びいたす。何をしている貴様ら。日輪の加護を受けてそれか。あい、すみませぬ。あの人がいる限り我が軍は上昇間違いなしよ。行けますよ。今のあなたは大吉100個分です。了解っす。行こうぜ大将、一つ士気を上げてくんな。うん、武田全部隊牙を向け。
間に。サスケ、恐るべし。俺の存在自体が罠だと言ったらどうする？ここは正観して挽回の機を待つべきか。敵は弱兵、それがし一人で蹴散らしてくれるわ。サルトビサスケ、忍び前、今のは決まったね。明日は我が身、自陣もしっかり守らないとな。あの人、さては悪い人ですね。毛利さん、私がズバッと懲らしめてきます。カンナギよ、日輪と卑弥呼の加護図もある。了解です。ご神殿、卑弥呼様に代わりお仕置きですよ。手ごまにしておいて静着であったわ。卑弥呼様はあなたを懲らしめろと言ってますよ。そう、卑弥呼様ってのはうさんくさいんだってば。もはや駒にもなりえぬ我が盤上の切り崩し。聞けカンナギ、卑弥呼などもとよりこの地にはおらぬわ。卑弥呼様のお名前を語って私をなんて悪い人。俺様なら忍びと差しで勝負なんざごめんだね。あなたのような人にお天道様の力は使わせませんよ。気こしめしません。やっ、喧嘩はダメです。応援ならいくらでも。元成様、雲が日輪を覆い隠してしまいました。これでは大鏡が使えません。何、小娘の仕業だというのか。我が盤上になき行動は慎め、カンナギ。言っても無駄か。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。あんた一人生き残っても辛いだけだよ。ほらほら、勝負にしてちゃダメですよ。はい。我と張り合うか。照らしたまえ日輪よ。はばかりながら今こそ進軍の好機と存じますれば。おお、元成様のお力で再び日輪が。もう聞こえ真面目に働いておるようじゃな、サスケ。小賢しい。寺様凛。でかした。ありがたき幸せなっちゃって。もう聞こえ。武田誉れは盛況最強日本一ときたもんだ。セランドマンリン。この中心拙者の太刀に乗せてただ打ち込むのみ。もう秋を日の元の中心、それが我ら毛利の大願像。
テラタマリン。さあ、共に戦場へと埋没する駒となろうぞ。ある日の策を怪我させはせぬぞ。テラタマリン。いざ。日輪の加護はどうした。ヨウの死が削れたか。これで兵糧を抑えられる。テラタマリン。さらばだ友よ。異なるどこかにてまた会おう。聞こえ。俺の手柄を立てて、いつかは大将みたいに。あれ言ってなかった。実は俺様結構強いんだ。テラタマリン。この窮地も抜けられるはず。テラタマリン。こんなことなら普段からもっと鍛えとけよかった。聞こえ。テラタマリン。のろしも上がるまいて。ぼちぼち参りますか親方様。ん。テラタマリン。テラタマリン。それがどうした。我が策に陰りなし。戦より普段の鍛錬の方がきついってすごいよね。テラタマリン。聞こえ。己の未熟を思い知りましてござる。もう聞こえ。
幾百の時を経アルフト諸略、もはや貴様は我ら毛利にとってさしたる価値もない。情報の切れ目が縁の切れ目ってか。もう良いわ。我が秋の地を汚せし罪、死してあがない。続けてもいいけど、オタク死ぬよ。あらら、命知らずにはお仕置きが必要だね。ここは先達に習って柿でもぶつけてやるか。滅ぶがいい、万能なる地の前に導いよ我をも駒と捨てるか。おしまい。で、勝つには勝ったんだけどね。問題、大将、前の戦で結構な深手を負ってたことを隠しててさ、終わった瞬間直立不動でぶっ倒れてやんの。いや、死んじまったと思ったね。あの時はピクリとも動かねえんだもん。でさ、面白いのはさらにその後、そいつが親方様にバレてさ、この大バカ者がーってなもんよ。そしたら大将どうなったと思う？気を失ったまま跳ね起き上がったんだぜ。で、お約束の殴り合いだ。びっくりだろ。普通瀕死の人間をいきなりぶん殴ったりするかい。しかも真田の大将も殴り返すんだぜ、意識ないのに。ほんとデタラメだよあの人たち。そんでさ、徳川家康、何やら決心を固めたとのこと。最下衆が伊予河野の隠し巫女を助け出しました。姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。ほら、わらわ、まったく。
姉上、姉上、敵中だ。このようなことをしている場合では。そんなのどうでもいいから早くなさい。全部受け取り終わるまで帰ることは許さないわよ。板挟みの不足さ、貴殿らには決してわかるまい。旦那の立場、まあ多少同情はするけどさ。同情などいらぬ、正義をよこせ。とても寂しくて、この暗い場所に。いってらっしゃい。マリア様、最上名産千歳紅の献上です。少し色がくすんでいるな。姉上ならば捨てかねん。馬印はここだよ。取れるものなら取ってみな。あなたの目はわらわだけを映している。ずぶしかしら。どうやら続々各地の宝が運び込まれている様子。かくなる上は奪って儲け、敵の士気を下げましょうぞ。私とてもはや姉上の影に隠れるばかりではない。ほら、いい櫛ね。あと3つほど揃えましょうか。姉上、せめて位置に1つくらいは。夢にまで見せてやるさ、真っ白色の悪夢を。これこういうだって位置使っちゃダメ。少しくらいなら。いや、ダメだ、耐えるのだ。位置乱世に強国アガイアリと示してみせようではないか。そろそろ恐ろしくなってきた。忍びってやつがさ。南蛮菓子ね。わらわはこちらの方が好み。中政様、位置も欲しい。すまぬ、姉上から譲り受けられる気がしないのか。中政様をお守りして。中政様だけ守りきるの。どんどん運ぶぞ。マリア様のために。足元のまきびしにご用心なんてね。見たか聞いたか、俺たち本当は強いんだぜ。あっ、背筋におかん。出番ね、長間さん。今すぐ行ってきて、整備してきて、わらわを楽しませてみて。何をそしられようとも、私は私の気を出すのみだ。ヤバくなるのは一瞬だ。気抜けないわ。真面目に働いておるようじゃな、サスケ。あら、あなたのものになるってこと。わらわをとろけさせてくれるなら考えてみるわ。アルトチョッヤ。あなた、やれちゃうんだな、これが。長政様、また姉様のことばかり。一もお手伝いするわ。マリア様、九州より良質の反物が届きました。これで城一つが姉上の布置き場。
誤解なきように言っておこう。私は三下などではない。あんましジロジロ見てんなよ大将。お前は藁を手に入れるための難題の一つ、ツバメの小屋すらね。楽しませてみせて。マリア様、最後の品をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないのかね、わら。忍びの死に様にしちゃう。ジョー、闇と炎の全く姉上め、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ一、嫁入り席がこのような。長政様は悪くないわ。悪いのは、お手玉をしよう。え、一頑張るから。忍びがやることさ、何でもありだよ。ねえ、教えて。うちは未だに人型なの？それとも、もうずっと前から位置はほぐれていたの？あ、このまま真っ赤。また怒られてしまうわ。いかに姉上とて過ぎたるわがままは悪。総員家族、右に回って撤退せよ。あなたもお花欲しい？見せてやるさ、真っ白色の悪魔。恐れながら我々では歯が立ちませぬ。ここは静観して挽回の機を待つべきか。そろそろ恐ろしくなってきた。忍びってやつがさ、どうして一を第五点と呼ぶの？どうして姉様を懲らしめてくれるの？満足にできないじゃない。うん、そう、あなたが客なのね。サスケさん、俺たちにも姿が見えない。あなたもまたわらわが欲しい。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名の献上品、わらわが受け取ってあげる。すごい、すごいね。さすがは浅井のお姉さん。でもやっぱあいつが一番かな。あなた両目とも新しいものに取り替えて。でもそれも面倒ね。潰しちゃいなさいな。やばくなるのは一瞬だ。切り抜けないわ。何でだって追いかけてきてね。それがあなたの宿命。わらわがそう決めたのだから。
く大バカ野郎だよ。あの人は俺様はガキのお守りかっての。ああ悪い悪い、話がちっとそれちまった。つうかあれどこまで話したっけ。うん、俺様に聞きたいこと、真田の大将とどこでどうやって出会ったかだって。どうだったかね。悪い、覚えてねえわ。なんせ古い話だしさ。ほんと古い話だ。何、大将と出会えてよかったかって。おいおい、そんな恥ずかしい質問俺様に答えろっての。出会ってよかったかか、そうだな、ま悪かないんじゃない。徳川軍関ヶ原へ進行。お尋ね者です。次が最後のお話だ。皆様ご存知、甲斐武田が挑むは天下分け目の大合戦。果たして波乱の結末やいかに、乞うご期待。ってまあ武田が勝つんだけどね、もちろん俺様の大活躍でね。でさあ、この話が終わったら聞かせてよ、お宅の答え。色良い返事だと嬉しいね。あの大バカ二人もきっと大喜びさ。それじゃ聞いてもらいましょうか。はいはい、どう。
この約束の地でわしとお前が今向き合った、力任せでは訪れぬ綾、これぞ絆とわしは思う。家康様の絆、運命の大一番、全軍死力を尽くして家康様をお支えするのだ。あんた一人生き残っても辛いだけだよ。忠義ならば日の本の誰にも劣らぬ。この調子でどんどん行っちゃいましょう。さらにできるようになりましたね大将。くれよサスケ。合点。一人で挑んではダメだぞ。周りの者と息を合わせるんだ。一切承知。守るのだ。元よりそれが武士の習わし。よう家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいものがあるんでな。そう、死してなお続く尊き絆だが、今はそれを求めない。みんな必ずや生きて帰ってくれ。伊達氏よ、ここで私に何を見出せと。その答えはお前しか知らねえ。あんた自身で気づくんだ。己を変える光にな。竜が相手でも躊躇なし。上等。無念かもしれないけど成仏してくれよ。立ち上がれ。主の心を裏切ってはならぬ。忠勝様みたいな重具足をまとえるように鍛えなきゃ。あいにくだが、ここで朽ちるつもりはない。見極めるべき男が、未来が存在するゆえに。なぜあなたはそんなにも強い。なぜ私はこんなにも弱い。願わくは新たな絆のままに生きてくれ。あんたはまだ本当の絶望を知らねえ。忍びがやることさ、何でもありだよ。あなたの仲間は強いな。父です。エンディル。彼らこそがわしの誇り。わしの家族。俺様、また強くなってきたよ。どうだ、見えたか。足りねえってんなら、何度だって連れ回してやるさ。そちらも随分と培ってきたのだな。絆の力を。遥かなる天へ。家康様のおそばへ。納得できねえのもわかるが、それ以上は見過ごせねえな。さて、俺は俺で楽しみとするか。カム、竜王の名は水郷じゃねえ。独眼竜、お前は新たな絆を手に入れたのだな。お前がそうするように、わしもまた絆を抱き続けよう。この時を待っていた。進軍せよ。まだやるか。この程度じゃすまねえぞ。面目ござらぬ。あとはお任せ申した。
毅然としておりましたぞ。ちょ、サスケさん、俺たちにも姿が見えないんですけど。その信念、わしの元まで届かせてみろ。ひとまずわしは手を出さないが、ほどほどに頼むぞ、独眼竜。オーケー、ゲストとしての部はわきまえる。夢にまで見せてやるさ、真っ白色の悪魔だ。ああ、わかっているよ、忠勝。もうお前の心から目を背けたりはしない。家康様こそ明日に光をもたらすお方や。胃の中の竜とでも思ったが、やばくなるのは一瞬だ。切り抜けないわ。これまでの王が王だ。構えられた当然と。おお、逃げねえか。度胸だけは褒めてやる。じゃ、ゲストは去るとするでね。また会おうぜ、イエス。竜王主催のパーリーでな。戦より普段の鍛錬の方がきついって。すごいよな。戦場で強いっていうのは正義なんだよ。戦つ、わしらの姿でみんなに希望をもたらそう。バグコの台まで貴様。もっと派手にやった方が良かった。また強くなったか、サスケ。あんまし、ジロジロ見てんな、大将。戦つ、わしらの姿でみんなに希望をもたらそう。今はとにかく兵を失えない。無理をさせてすまないな。これより突撃いたし、存分に暴れてやりましょうぞ。なんか悪い方へと転がってってるような。おたくら運が悪かったんだよ。諦めな。
集中していこう。敵もまた強い。あらあら、命知らずにはお仕置きが必要だね。こんな別れを迎えるのも一つの幸せなのかもな。ありがとう、忠勝。最後までわしを思い続けていてくれて。流れは明らかに我が軍にあり、このまま交渉を知恵と引きずり下ろしましょうぞ。家康様、我らは徳川兵であったことを誇りに思いますぞ。このまま敗れ去りはしない。絆が力に劣るものと人の心に刻ませはしない。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう、たゆまぬ絆を。皆の者、明日は我らの手の中ぞ。民を導くのはわしか、お前か。共に残そう、この世の非業に敗れぬ希望を。うちとは朝からの縁でした。まあ、みんなで幸せになりましょう。みんなで幸せにか。そうなといいな。少し手加減せねばなりますない。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代謝だ。犠牲なき世の中、ひたすらにそれが欲しい。忍びが殴り合いに弱いって誰が決めた？みんなの思いがわしの鎧だ。そう簡単には破れない。いや、様が手を伸ばすなら我らは足となろう。お仕事ご苦労さん。ああ、俺様のこと。力には誰も穴がいない。絆は不滅だ。おーし、参った。じゃと、俺様のお話はここまで。どう、結構面白そうでしょう。武田で働きたくなってきたんじゃない？うん。ま、あれだ。みんながのんびりできるよう、末長く続けるために、うちも人手ってやつがいるようでさ。はい、武田へようこそ。歓迎するよ。雪村！あ？うわぁ！親方、ストップ！雪村！うお、やっかたつうわ！雪村！ああ、あれ？うちの名物っつうか、なんつうか、まあ、風物詩みたいなもんだから、あんま気にしないでよ。